はい、どうも GT です。今回ですね、コールオブデューティーブラックオプス2の方やっていくんですけど、前の動画でベクターだけは使わせてくださいと、そのような動画の中でそのようなコメントをしたんですが、やはりね、腰打ちが強すぎるので、使われるとすごい腹立つので使わないようにしていました、実は。なんですがやっぱり落ちてるのは拾って使ってたんですよ、ベクターは。そういうの使ってるで、ベクターも使いたいなとか思ってたりして、それでですね、今2周目なんですけど、最近ゾンビばっかやってるんで、あまりレベルが上がってないんですが、2周目に入って全然ベクター使ってないんで、いろいろ解除されてないんで、ノーアタッチメントの状態で今やっていますということでね、ベクターだけは使わせてください。やはりレーザーサイトとか絶対使わないんで、ベクターだけはお願いしますお願いします。やっぱりね使ってみた感想はやっぱり強いです。やっぱ SMG このゲーム本当に強いです。まあもうそういうのはないにして、やっぱりね、個人的にベクターがやっぱりかっこよすぎるっていう指摘感情があるんですよ。それですね、今はあれですね、使ってる武器とかはあれですね、やっぱ SR の4つの武器と、AR では AN94 に、タイプ25とか、あと何ですかね、タイプ25使ってて、あと使ってるのって言ったら M27 とかも使ってますね。まあそんぐらいですかね。でサムマシンガンでちょっとベクターを使わせてくださいって感じですね。それとですね、今回キャプチャーソフトもう動画始まってるから分かってると思うんですが、今回ね、キャプチャーソフトを変えました。ディレクトリに変えたんですが、やっぱりロゴがでかすぎるので、正直邪魔くせえっていう人は、邪魔くせえうぜえっていう人は言ってください。バンディカムに戻しますので。ただですね、ディレクトリは、とても軽いので、キャプチャーしても全く問題なく、ストレスがなくできるので、シアターじゃないものも撮れたりとかできますし、まあ、個人的にはディレクトリがいいなと思います。ってか使いたいです。まあそのうちね、お金ができたら、製品版とかも買おうかなとか思っているんで、ライセンス購入をしてね、まあそれでロゴを消したりもすると思うんで、それとですね、あれですね、何でしょうか。あれですね、ファイルサイズがでかすぎるんですよね、ディレクトリー。2分ぐらいで2ギガぐらいいっちゃう。ん？違う、1分ぐらいで2ギガぐらいいっちゃうから、あまり長い動画撮れないっていう。別に撮れるんだけど、ハードディスク空き容量かなりあるから。なんか、容量でかいってのは個人的に気に入らないっていうね。まあ、そこら辺は別にいいでしょう。ここはかなりふざけてます。いや、ハンドガン強いですよね。てか、今作のハンドガン、ハンドガンと、サンテバースのハンドガンがすごい強い気がします、個人的には。これバグなんですかね、これ。エルストもあっても終わんない。そういえば AN94 に、自分はサイトアタッチメントをつけない派なんですけれども、つけたとしてもね、レッドドットサイト
ぐらいなんで、でも今作のゲーム面白いサイトがいっぱいあるんで、まあそれつけたりして遊んだりしてることもあるんですが、ホロサイトがねかっこいいなと思ってレッドドットサイトかホロサイトで言ったらホロサイト派の自分だったんですが、あ、違う、レッドドットサイトかホロサイトで言えばレッドドットサイト派の自分だったんですが、ホロサイトかっこいいなと思って ANQ4 につけて使ってみたらまあ弱かったですねでもかっこいいんでね、結構これから使ってる動画上げるかもしれません、もしかしたら。いけるいけるそういえば今作のゲームって壁に当たってるとリンができないんですよね。そこら辺直してほしいです。なんか4と違うからやりにくいですね。でもまあ悠長にあれですけど動画撮ったりとかしてますけど、もう明後日、明日か、明日は自分ワンワンの大会なんですよね。最近 BO2 にハマっててあんまり4やってませんいやまあクラン行っても毎日ね9時からクラン活動なんですけども、まあクラン行ってもね BO2 やったりとか、みんなで BO2 やったりとか、昨日はなんかゴッドフィールドっつブラウザ系をみんなでめちゃめちゃやってましたね、ハマって。言うて結局1回しかクラン戦してなかったし昨日はやばいですね、そろそろやんないと。例えば今作のゲームはね、あれですね、モダン3の究極の課題というかクソ仕様、体力回復がすげえ遅いというクソ仕様をねなくしましたよね、今更ですが。そのおかげで結構ストレスないです。まあ SMG に近距離腰打ちでやられるともう一瞬で死にますけどねもう体力回復とかなんだそれみたいな。自分ロー戦士なんで、振り向き26センチなんですけれども、ミドル戦士かどちらかというと、腰打ちしないようにしてるんですが SMG でどうしても近距離で動き回られると戦士が追いつかないことがあるんですよ。今みたいな感じでどうしてもマウスパッドが足りなくなってしまって、でそういう時の腰打ちはすいません、許してください。いやーこれひどいですよ。キル画面見ましたけどあれですよ、 XPR15 でサプレッサーつけてめっちゃ練習してますよ。本作の SR サプレッサーつけても威力減衰があまりないからずるいですよね、普通にキルできちゃう。しかし外していく、ここにリスルと思って打ったんですが一人しかいなかった。というわけで、今回はこれぐらいで終わりです。これぐらいでっていうこともないけど、これで終わりです。ということで、ご視聴ありがとうございました。前、スペック使ってこのスコアなんで、すいません。では、また。
また動画を見に来てください。